ようやく全部解決です。ひどい状態だったのか、超スッキリできました。実用性と簡単さにフォーカスしたんで、部屋がごちゃごちゃで仕事に集中できないよって同士の方はぜひ最後までご覧ください。はい、理想の書斎作りです。今日もデスクお疲れ様でございます。今回は理想の書斎作り流、仕事部屋を超快適に整える方法とおすすめアイテムについてお話しさせてください。白状しますと、この部屋デスク以外はかなりごちゃついてました。ようやくですね、この部屋の汚点、闇、恥部を全て解決し終わったので、もろもろ一気にご紹介させてください。ズボラ IT 系企画職による実用性と実行しやすさに特化した実践事例なので、あなたにもお役立ていただける部分も多いかと思っております。ご質問やご意見なども遠慮なくコメントしてください。それにしてもですね、今回の動画作りは過去一の地獄でした。日々の暮らしにおける苦痛って、大半はすぐピークアウトしてくれるものですよね。やる気の出ない仕事も手をつければ徐々に調子が出てくるもんですし、パソコン落ちの妻に命じられた年賀状とか子供の塗り絵のプリントアウトなんかは、めんどくさい気持ちをうっかり顔に出しさえしなければセーフです。壁紙貼りとかデスク天板 DIY みたいなちょっと重めの作業ですら、やり始めると意外と楽しくなってくるものですよね。ところが書斎の大掃除、特に収納周りの整理整頓についてはですね、そもそも見るだけでストレスマックスな上に、いざ作業を始めてからも顔を逆さに撫でられたような不快感が魔皇将軍の波状攻撃のごとく押し寄せてきます。なんでこれ買ったんや的な質の低い自己嫌悪とか、これ捨てたいでも後で困るかもみたいなアンニュイな自問自答とか、とても綺麗な状態です、迅速に発送いたしますという行動が全然伴わない虚しい脳内リピート再生とかですね、やればやるほど部屋と頭の中がどんどんこんがらがってきて、片付け作業の効率はもうつるべ落としです。で、こうやって大変な思いをしながら必死で撮影した動画を確認してみるとですね、映っていたのはお部屋をうろうろしているだけのおっさん。そんな動画作りはまさに地獄の苦しみ。さて、前置き長くなりましたが、具体的な話に移っていきます。はじめに収納問題を片付けます。まず結論ですが、こんな地獄がですね、このようにすっきりまとまりました。ポイントは今からお話しする3ステップです。徹底的なリサーチと試行錯誤という名のセルフ拷問を済ませておいたんでご安心ください。ステップ1、不要なものを手放すです。最初にこれを徹底的にやり尽くすのが肝です。売る、譲渡する、捨てる、方法はいろいろありますが、とにかく物量を減らします。余談ですが、時間管理ならやらないことを決める、人間関係なら悩みの種になる人と距離を置く、体調管理ならちゃんとうんこを出すなど、どんな深刻な問題でも全ては手放すことからスタートするといいって近所のおばさんが言ってました。話を戻します。物を減らそうにも、書斎ってこれが妙に難しいから困ります。僕たちの青春が詰まってますからね。諸悪の根源はガジェットの空き箱、どうせ結局は捨てることになるのになぜか残しがちです。今回僕は取っておく箱の定義を、1つ目、今この瞬間に最終的に売れることが鮮明に頭に思い浮かぶもの、2つ目、買ってからまだ1ヶ月以内でかつ3万円以上したものだけと定めてですね、他は全て捨てるようにしました。これはどうかなとちょっとでも悩む時点でその箱は捨てと判断します。この基準でいくと MacBook、iPhone、iPad みたいな Apple 製品とか、長く使える PC スピーカーの箱だけとかに絞り込みます。めちゃくちゃすっきりして後悔ゼロです。もう1つの難敵が書類です。今回後から見返したい気がする書類の大半を iPad で写真を撮って電子ファイル化してしまいました。パソコンと違って iPad だと書類の管理とか閲覧のハードルをめちゃくちゃ下げることができます。 GoodNote っていう定番アプリに書類ファイルは保管しました。注意点として、電子化するものも本当に重要なものだけにちゃんと厳選してください。僕の場合は繰り返し確認したい教材とか、自分の人生目標を書いたボロ紙とか、そういう大切なものだけ電子化しました。逆に何かの取説みたいに後から見返すことはあるものの、重要度も頻度も低いっていうものは電子化もせずにそのままぶち込み案件です。他にも要注意人物が潜んでいます。例えば何かと付属されがちなレンチ、僕はこんなに同じサイズがあって絶望しました。ホッチキスの芯、なぜか手元に20箱あったので、つまり2万本あるということです。今は月に 1,2 回使うかなという感じなんで、833年はいける計算になります。これを買った時の自分の頭に隕石を落としてやりたいと思います。他にも電卓とかケーブルとか、もう何年も使っていないものは全て処分しました。最後に残ったものをざっくりグルーピングしておきます。この段階では物理的、客観的な特徴のみに注目します。例えば書類なら書類、小物なら小物みたいな感じです。これはよく使うなとか、これは大切
だからみたいな主観を混ぜるとまたカオス地獄へ逆戻りです。ここでは感情を押し殺してですね、あくまで物としての形としての特徴だけを見るようにしてください。ステップ2、ここでようやく収納を検討します。僕はこの段階で何から考えればいいかわけわからなくなってかなりの時間を無駄にしました。最終的に僕がたどり着いた結論、攻略法をお話しします。最初にやるべきは大枠としての棚を決めることです。大きな方向性から考える。仕事ではすごく当たり前のはずなんですけど、収納シーンではなぜか忘れがちですよね。僕だけでしょうか。この部屋は洋室なのでクローゼットが収納場所になるんで、高さ160センチの IKEA のヨクセナル、ヨクセナル、ヨクセナル、ヨクヨクヨクセナル、ヨクセナルという棚がジャストフィットです。逆に一段一段の高さが低い押し入れなんかでは無印良品のスチールユニットシェルフがベストと思いました。大枠としての棚を決めた後にボックスや引き出しなどの個別要素を考えます。いろいろ調べた結果ですね、無印良品が至高との結論に至りました。理由はいちいち物のクオリティが高い、いろんな方法が選べる、実物を店舗で確認できる、いつでもどこでも手に入れやすい、思考停止で並べておけばとりあえず統一感が出るためです。ステップ1でグルーピングしたアイテムたちを眺めながらですね、ざっくりとどんなボックスにするかを妄想します。僕の場合 DIY 用の工具と本棚に入りきらない本はポリプロピレン頑丈ボックス台に入れました。大きめのよくわからないものとかあまり使わないものとか綺麗に保管しておきたいものはポリプロピレンファイルボックスに入れました。文房具、よく使うガジェットなんかは高さが半分のポリプロピレンファイルボックスに入れました。さらに細かい小物は引き出し式のポリプロピレンケースに収納することにしました。書類は A4 用のポリプロピレンスタンドファイルボックス3つに集約しました。1つ目には現在進行形の書類をまとめています。処理が必要な経理書類とか有効な契約書とかがこれにあたります。2つ目は時々見返すもの、主に取説などをぶち込んでいます。3つ目にはもう捨ててもいいはずだけど念のためしばらく取っておくもの、例えば終了した契約書とかどうしたらいいかよくわからないけど捨てるのも怖い書類なんかをまとめています。そして実際に収納ボックスに物を収めていくタイミングになって初めてですね、これをよく使うから手前にとか、これとこれは一緒に置いておこうかとか、これはほとんど使わないから奥でいいやみたいな主観的な判断を発揮するといいです。この段階になると片付けるものと収納アイテムは全て手元に揃った状態なので、実際に片付けで手を動かしながらアードコード試行錯誤をしてもですね、もう迷子になることはないはずです。無印良品大先生のこれらの収納グッズがですね、 IKEA 先輩の棚と相性バッチリだったのには本当に助かりました。ちなみに僕はキーボードと同様にですね、収納ボックスもラベリングは行わない無刻印スタイルを貫きます。クローゼット上段には捨てられない空き箱、めったに使わないもの、置き場所に困る大きなものなどを安置しています。これらのものに対しては棚やボックスを用意することすら悔しいのでまとめて目隠しすることにしました。突っ張り棒にカフェカーテンをぶら下げただけなんですけど非常にいい感じです。カフェカーテンさんに対してはですね、おっさんの書斎に納品されてしまって大変申し訳ないと思っております。ステップ3、仕上げとして置き場所の最適化をかけていきます。最大のポイントは自分のメインの居場所から手の届く範囲にサテライト収納ポイントを設けることです。僕の場合はカッターとかドライバーとかメジャーなどの使用頻度が高いものだけはキングジムさんの収納スタンドでデスクの横に置いています。あとはですね、普通に生活しながら使う頻度や状況に応じて微調整を繰り返してですね、物や収納ボックスの配置を磨き上げていきます。これで最大の問題を片付いたんですけど、まだまだストレスポイントは書斎に潜んでますんで、一気に解決方法やアイテムをご紹介させてください。収納と同レベル、いや場合によってはそれ以上にストレスフルなのが電源コードの取り回しです。最強に目障りです。これをですね、ドア枠に沿わせるように配線カバーで迂回させて隠蔽することに成功しました。この配線カバーはニッパで簡単に切断できます。ものすごくスッキリできまして、なんでもっと早くやらなかったんだろうって感じです。続いてマグカップの置き場問題です。ずっと山崎実業さんのコースターを愛用してたんですけど、この間ついにですね、コーヒーをデスクマットの上にこぼすという重大インシデントが発生してしまいました。余談なんですが、手が当たってこぼれたとかならいつかやると思ったよって感じで諦めがつくじゃないですか。今回そうじゃなくてですね、水気のあったマグカップの下にコースターがなぜか張り付いていて、これに気づかずにコーヒーを飲んでたら突然コースターがポロッと落ちてですね、これにめちゃピクッとなって、その揺れでコーヒーが盛大にこぼれた感じです。ランボーとかドミニクとかモーブなら絶対眉一つ動かさない案件です。ということでものすごく悔しかったんで、二度と繰り返さないためにクランプ式のカップホルダーに変更しました。デスクが傷つかないようにスチールプレートをかませています。デスク上空を一切通らずにコーヒーを口に運べるだけではなくてですね、デスクの余白が増えるとか、物を動かすときにマグカップという最大の危険因子を一切心配しなくてよくなることが思いのほか嬉しくてですね、これももっと早く導入
しておけばよかったって感じです。ちなみにコーヒーがこぼれたのが届いたばかりのこのグローブメイドのデスクマットだったんで、泣きそうな思いでひたすらティッシュでトントンしまくりました。でティッシュといえばですね、ティッシュボックスは天板裏への貼り付けを強くお勧めします。今からご紹介するのは僕が勝手に崇拝しておりますクロッシーののよりさんがご紹介されていたソリューションなんですけど、ステンレス板を両面テープで天板裏に貼り付けて、さらにマスキングテープでマットブラック化したものにですね、山崎実業さんの伝説のマグネティックティッシュボックスを貼り付けると完成です。すべてのアイテムは Amazon で簡単にゲットできます。電動昇降デスクですと足にそのままマグネット吸着させることもできるんですが、ちょっと手が届きにくい位置になっちゃいます。なので天板裏がとてもおすすめです。そしてティッシュといえばですね、その墓場のゴミ箱も必須なんですけど、理想の書斎作り調べによりますと現時点ではこのゴミ箱が一番理想的です。マットブラックな質感とスクエアなプロポーションと書斎にジャストフィットのサイズ感と内側に袋を仕掛けられるギミックが最強です。ゴミ袋が半分サイズでもいける点もエクセレントですよね。最後にゴミといえばですね、ゴミの始祖はホコリさんですけど、僕はモニター裏にホコリ取りモップを仕込んでいます。山崎実業さんのハンディワイパースタンドがすごく優秀で、モニター裏のベサ規格のネジ穴で固定できちゃいます。これにエレコムさんの除電モップをぶっ刺しております。モニターとかスピーカーとかキーボードとかデスクの上のホコリが気になった時にサッと取り出してスッと掃除できてめっさ便利です。使い終わったらモップはベランダとかでパタパタするだけで OK ですよ。今回使ったアイテムなどは全て概要欄に記載しておきますのでご安心ください。ところでようやく理想の書斎作り第1章が一段落したって感じなんですけど、ゼロから部屋を作り始めてなんだかんだ8ヶ月ちょっとかかりました。環境が整ってしまった以上はですね、他に足りないものは自分の才能だけという危機的状況に追い込まれております。今後もデスクやガジェットで高め散らかした生産性をですね、自己満足の炎で全て焼き尽くしてしまうような、そんなマッチポンプ劇場をお届けしたいと思っています。今日も最後までご覧いただき本当にありがとうございました。理想の書斎作りでした。